これはね、もう1点もやれないですからね、広く攻めた方がいいですよ。一塁も空いてるわけですからね。あっと、ここでデッドボールです。中村がちょっとエキサイトしています。両軍グラウンドに集まります。中村の怒りが収まらないようです。まあ、そいつもちょっと帽子を、に手を当てました。会釈を頭を下げました。まあね、初球のね、はい、まあ、中村の怒るのもね、分かりますけどね。だから結局広くって言ったのはね、はい、歩かしてもいいよっていうことなんですよね。はい、今の投球です。左のもう肩、どちらかというと肩の後ろの方ですね。うん、まあ、一番そのね、うまく避けてますから、はい、まあ、当たっても痛くない、あ、痛くないというのは ないですけどね。まあ、うまく避けましたよね、中村がね。初球にそこに来たもんだからね、当然ね、ベテランは怒りますよ。はい、はい、